ありがとうございます。マサラキさんも虫眼鏡ありがとうございます。ののみちゃんも虫眼鏡ありがとうございます。タダタンタンさんも虫眼鏡ありがとうございます。なんだこのテーマは、探偵か、探偵だ、怪盗キットみたいなのがいた怪盗キットじゃんこれ怪盗キットじゃない、大丈夫これパパさん猫ありがとうございます。シューマニアさん、ジージーありがとうございます。高野さん、バラありがとうございます。お疲れ様です。なんでミステリーなんだろうね。高野さん、小判ありがとうございます。オーディさん、なるほどありがとうございますね。しかもごめんね、来年のゴールデンウィークに公開されるね、コナンの映画、キッド様出てくるよキッド様と服部くん、迷ってる、結構メインって感じじゃない。しんじゅうちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。高野さん、帽子ありがとうございます。フランさん、かわいい、ありがとうございます。しんじいちゃんさん、虫眼鏡ありがとうございます。きょうさん、お化けありがとうございます。コナンはそう、あの遠いのがもうそれがもうね、醍醐味というか、だいたいさ、映画の最後に来るんですよ、次の映画の予告が。そう、あれを結構楽しみに、コナンくんの映画見に行ってるって言っても過言じゃないぐらい、そう、よくない？あれ、コナン君の映画って大体映画が終わった最後にも本当に一回真っ暗になってシュシューンってさ、あの次回の、だから本当に1年以上後、1年以上先の映画、次の映画の新作の予告が、そう、ちょっとだけ流れるのあれがいっちゃんワクワクするってぐらいワクワクする、あれ見に行ってるって言ってもいいぐらい高野さん、花束ありがとうございます。ネワレスさん、虫眼鏡ありがとうございます。配信で見ててありがとうございます。きっと推し、いや推しはな、推し決められないな。え、終わったの？さっきテレビつけたらさ、この先生やってて、一回見たことあるんだけど終わり忘れちゃって、どんな終わりだったっけと思って見てたら急に終わってた、この先生バウチさん、猫ありがとうございます。いつか最終回でも、なんか結構さ、漫画は結構なんかだんだん終わりに差し掛かってるみたいな噂は聞くよね。そう、なんか風邪ひいてはないんだけど、まだまあ治りかけって感じですね。イエーイ。でもまあすごい喋れるようになったから喜んでるパパさん、完了しました、ありがとうございます。青いとぬきさん、虫眼鏡ありがとうございます。そう、この先生、暗殺教室、そう見てたんだけどさ、暗殺教室の映画だよね、あれ結局どうあるだろうと思って、一回見たことあるんだけど、ね、忘れちゃったと思って、さっき見てたんですよ、ちょっと、そしたら気づいたら番組終わってたゴーちゃん、虫眼鏡ありがとうございます。トモセッタンさん、アイスありがとうございます。こんばんは。しんじいちゃんさん、帽子ありがとうございます。おかゆさん、虫眼鏡ありがとうございます。わかんない、私もこの先生忘れちゃってたから見たいなと思って見てたんだけど、
結局結末は見れませんでした。テレビ消そうテレビ消そう。おかゆさん、うすたかの虫眼鏡ありがとうございます。トムトムさん、虫眼鏡ありがとうございます。なんで探偵なんだろうね。10月探偵服が秋服っぽいからとか、探偵のあのさチェックのさ、なんかよく探偵って考えた時にパッて出てくる服ってなんか茶色いチェックのお洋服じゃん。あれ秋服っぽくない？だからこの時期なのかな探偵が。ただたんたんさん帽子ありがとうございます。こんばんは。あれちょっと秋服っぽくない？なんか好きで言うとさ結構秋服寄りじゃない、あのたんみんながそう一般的な想像するなんかポンチョみたいなさ服にチェックの茶色にみたいな。ミステリー、あ、かかけてんのかな、どうなの。見に行きたいミステリーという中でまだ見に行けてないの。見に行きたいよ。資源さん帽子ありがとうございます。12日おお、お待ちしてます。かけてるのかな、なんだろうね。でもホームズとかそう、そんな感じ。そうそう、本当にもうパッと探偵を思いついた時にパッとくる。10月7日がミステリー記念日、へえ、なんかそういう由来があるのかな、ミステリー記念日。そう、見に行きたい、ミステリーという中で見に行きたい。ドラマ見てたからすっごいワクワク楽しみにしてたの。いや、まだ行けてないからとりあえずコンサート5日終わってしばらくしてからかな。たっちゃん虫眼鏡ありがとうございます。ミステリーギフトとか、あー、なるほどね。じゃあミステリー記念日を意識してるんだ意識してるんだなっちゃんさん帽子ありがとうございます。予期せぬ声見れてないんだよね。そう、見に行きたいなと思ったら、そう、あのメンバーが見れる場所が満杯で、そう、行けなかったの。そう思ってる間に終わってそうだから、まあそうなんだよね。コンサート終わってから行こう、映画イエイ行こう、行くよきっとそらさん帽子ありがとうございます。こんばんは。そのくん見に行きたい。でもなんか行けそうな日あるか、ある気がするから行こうっと。絶対に行くぞ。おお。オッケー。カレー食べたくなるかな。ココイチ寄って帰ろうじゃん。じゃあ映画見てココイチ寄って最高。チョコエッグさん帽子ありがとうございます。声入りました。あ、ありがとうございました。そう、今日髪型、これは編み込みカチューシャというやつでございます。そう、編み込みを三つ編み込み？編み込みをね、カチューシャのようにし、そう、すごいの。あのね、どっちからこっちの髪の毛を分かりやすく言うと、ここ、これだとするとこうやって編み込みにされてるんですよ。すごくない？すごいよね。今までしたことなかったんだけど今日そうしてみてもらったんです。そう、あのメンバーはよく編み込みカチューシャって言いますなんか正式名称とか知らないから、そうメンバーがよく編み込みカチューシャって言うから、そう私も編み込みカチューシャって言ってるんだけど、うん、わかんない、正式名称あんのかな。
和夫さん虫眼鏡ありがとうございます。もんじさん虫眼鏡ありがとうございます。今日からお客さん、そう今日からお客さんファンの方のマスクは任意着用任意って感じです。してもいいししなくてもいいよって感じになりました。ななみんちゃんかわいいありがとうございますね。自分でやるの絶対できない、編み込みがまずできないもん。頭痛くはならないですね。てか最近鼻すすりすぎて頭痛いんだよねすでに頭痛いそう編み込みカチューシャ正式名称は知りま分かんないですけど、みんなが編み込みカチューシャって言ってるから編み込みカチューシャって言ってます。でもカチューシャみたいでしょ、ここにあるから。ね、すごいよね。すごい。こういうパンあれっしょ、なんかベーコンとか入ってる硬いやつっしょ違う？マスクはね、結構ね、結構つけてる方の方が少なかった気がする。8割、7割ぐらいの方は、わかんない。どうだろう。7割ぐらいつけてない方がいらっしゃる。3割ぐらいの方がつけてたぐらいかも。こんばんは。チョコレモンさん。虫眼鏡ありがとうございます。いいサンバラありがとうございます。巻き下ろしイエーイ。でもこの髪型結構好きになりました。またするかも。でもこの髪型するとさ、髪洗うの大変かなと思ってやったことなかったんだよねっていう話を今日メイクさんにしたら、そんなにここ固めてないから大変じゃないよっていう返答がいただけました秋子のグッズ、おぜひぜひ使ってください。もぎたてりんごさん星ありがとうございます。ほどくとボサーってなるかもね。だって普通だったらここの髪の毛はこっちに垂れてるから重力にも逆らってるんですよ、ここの髪の毛。彼らは普通だったらこうやって垂れてるのに、そこをグーンって言ってるからすごいことになりそうだよね、外したら。柴田さん、なるほど、ありがとうございます。ゴル53歳さん、帽子ありがとうございます。虫眼鏡もありがとうございます。すごいよねすごすぎてみんなに見せる。すごいよね。1293日ありがとうございます。1293ありがとうございます。おめでとうありがとうございます。あと7日で1300か。1300だね。パパさんバラありがとうございます。すごいよね。私もよくわかんない私もなんかよくわかん、あ、でも、多分、え、どうなってんの？どうなってんだろう？わからん！わからんのかいーっていう。ここで固定されてる。すごいよね、マジで。ミックさん、本当にすごい。ここで固定されてるの。だから多分、こうやって持ってきて、でもさ、両方同じようなんだよね。すげえ。ひーくんさん、虫眼鏡ありがとうございます。ね、ほどくのはまあ自分でできると思いますよ。すげえ。
分からん、私もよく分からん。ごめん今日メイクさんに髪の毛してもらってる間、ごめんちょっとご飯食べてたからさ、ちょっとごめん、よく分からん。ちゃんと見とけばよかったね。分からん、今度してもらうときは見とくね。すっげえ、そう今日ちょっとご飯食べてた。安国さん虫眼鏡ありがとうございます。トリトンさん虫眼鏡ありがとうございます。今日ねお体気をつけてね。こんばんは。そうホットモットタイムしてたからでもすごい、でも気に入ったのでまたしてもらいたいと思います。イエーイ。こんばんは。よりちゃんは特盛りでもあんまり踊りません、すいませんでしたすいませんでした。はい、のりちゃん特盛りでも特に劣ったりはないです。こんばんは。ともっと私竜田揚げ好きだよ。竜田揚げと野菜、肉野菜炒め、結局ね肉野菜炒めが一番美味しいみたいなとこは全然あったりする。次のコメントお待ちしてます。はるみさんかわいい、ありがとうございます。こんばんは。種類は結構ある。なんか今日は新しいのがいらっしゃいます、新しい方がいらっしゃいました。ハンバーグの上に目玉焼きが乗ってた。あーでも海苔弁も美味しいわかる、のり弁美味しいよ。でもたまに白ご飯が食べたくな、白ご飯が食べたいからのり弁を選ばない時もあるんだけど。こんばんは。なんか今スープ、なんか豚汁とかあるんだけど、そのスープで麺なしちゃんぽん、そう麺なしのちゃんぽんがあるんだけど、それ美味しいよ。タツタ揚げとチキン南蛮、ホットモットだったらタツタ揚げの方が好き。そう麺なしちゃんぽん美味しい、よくねお家でもお母さんとよくしてたの。麺なしちゃんぽん美味しいですよ、うん、ヘルシーだしねはるみさんお疲れ、ありがとうございます。そう野菜だけ、よくお母さんとお家でするときはあのスイートコーンあるじゃん、スイートコーンをいっぱい入れたりしてやってました。野菜スープなのかな、よくわかんない、麺なしちゃんぽんって言っちゃう、味ちゃんぽんだからそう美味しいですよ、ヘルシーだし野菜いっぱい食べれる。そうちゃんぽんの麺がないバージョン、麺がない代わりに他の野菜がいっぱい入ってるよっていうのをよくお母さんとねお家で作ってました。しかも簡単なんですよ、お湯入れてそこに、あ違う、鍋になんか固めの、だからキャベツの芯とか人参とか火の通りにくい野菜をボン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 入れてちょっと炒めて、そうお水入れてグツグツ煮て、なんかちゃんぽんの素みたいなスープが、粉みたいなのがあるから、それをブッて入れたらできる、おいしい家で作るのも簡単だからおすすめだよ、野菜いっぱい食べられるし。最近してないけど、
まあ、夜とかにちゃんぽん食べたいなと思って、あでもちょっと糖質とか炭水化物取るの気になるなと思ったら、ね、そういう方法もあったりする。まあ、麺なしでもね、何の麺がないかによるよ。ちゃんぽんの麺はないのはまだ許せるけど、ね、うどんの麺がないとか言うわけわかんないじゃんだから物によりますね、麺がなくなるのは。物によったら麺なしもありだよと思う私は。まあ夜とか食べるときは気になるのでね、炭水化物とか糖質とか。ミスターホワイトさん、虫眼鏡ありがとうございます。帽子もありがとうございます。味噌カツ煮弁当、あ登場するかな。確かに最近貼ってあるのよ。そうお弁当がいつも置いてあるところ、置く場所があるんだけど、楽屋の前に。そこにホットモットのメニューが貼られるようになったのそうついにメニューがメニューまで見れるようになってしまいましたふ面白いよね、本当に面白い。そこに書いてあった、味噌煮、味噌カツ煮弁当みたいな、でんでんって書いてあった。白米だけって食べられる？炊きたての白米とかだったら食べられる。まあ量によるけど、好きなのどうなんだろう、その麺のかな。わかんない、リクエストできるのかな。でもなんかリクエストしたとてって感じな、なんかさ多分リクエストするには多分さ前々から注文してるってありそうじゃん。だって結構な数をさ十何個も頼むからさ、その日の朝とかには多分頼まないじゃん。ってなるとさ前日にさ、前日とか何日か前にリクエストしたら多分さ当日食べたいもの変わってんだよねそう、そんな気がするからリクエストはしないかもシワさんペンライトありがとうございます。だって多分当日には言えないじゃんね。多分ね、何十個頼むってなったらさ多分前々からさ多分数日前ぐらいから注文してるじゃんね。ね、私多分数日前に注文したら食べたいもの変わってる絶対その自信がある無理できない。何が人気なんだろう、何が人気なんだろう。割とみんなバラバラなんじゃない。やっぱ気分とかもあるしね丼物だったらさ、なんか白米といった白米は食べられないじゃん。ちょっとなんかねタレついてたりするけどさ、ね、気分によるんじゃない。わかんない、どうだろうね。こんばんは。私も気分によってコロコロ食べるもの変えます花見さん、花束ありがとうございます。そう気分次第ですね。気分によって何食べるか決めてます。サラダは最近ある、食べてる。サラダ、サラダと汁物があるんですよ。嬉しい今の気分、今はちょっと、今はちょっと何も
意は求めてないです。ごちそうさまでした。やっぱでもたまに食べない時とかもあるんですよ。そしたらそうマネージャーさんが帰りに持って帰ってるらしいスタッフさんとか。え、今日これ余ってるの持って帰ってるのを何度か見たことがはるみさんバラありがとうございますあ、でもスープとか持って帰る。今日持って帰った。私のいつかのなんか夜ご飯、夜お腹が空いた時に食べるスープです。美味しいよ、卵スープ。これおすすめ。残ってたからこれ美味しい、卵スープ。本当に卵がふわふわなの。美味しいです。いつか夜どうしてもお腹が空いた時とか、あったかい汁物が食べたくなった時に食べたいと思います。お湯入れる系、そう。キノコ入ってる。椎茸かな。入ってます。椎茸。お湯入れる系です。こんな感じ。カロリーは31じゃね。わかんない。でもなんかさ、そう最近やりたいなと思う。遺伝子検査みたいなのしたら、自分が炭水化物で太りやすいのか、脂質で太りやすいのか、糖質で太りやすいのかみたいな、なんか分かる検査があるらしくて。そう、自分がさ脂質で太りやすい体質だったら、そんなカロリーより多分脂質を気にした方がいいんですよっていう、なんか気にするところが変わるらしいの。自分がそう自分の体を調べて、そう自分の体は何で太りやすいのかみたいな、何で一番太るのか、何を食べたらそんなに太らないのかみたいな、そうなんか遺伝子検査をすることができるんだって。あ、10月から値上がりしたんだ。しょんぼり。そうなんか検査キットみたいなのがあって、自分でなんかしてそれを送って検査し、なんかいろいろ調べてもらって結果が返ってくるみたいなのがあるんだけど、だから家でできる、病院とかに行かなくてもできる方法があるんだけど、それが10月から値上がりするんだった。しょんぼり。そうだった。そうだ、10月に値上がりするんだと思って見てたんだよね。忘れてた。もう10月じゃん。検査キット結構いい値段するよ。からそのダイエット系とかそういう肌問題、このなんか自分の肌にはなんかビタミンが足りないとか、自分の肌はこうだからこういうスキンケアをした方がいいとか、なんかね調べるのが3種類ぐらいあるのかな確か。ダイエット、肌、あともう一個忘れちゃった、あとなんかもう一個あった気がするんだけど、それを全部調べますってなると1万円以上した。でこの3つを各々調べるなら多分値上がりして5000円とかかな確か。そんな感じだった気がします。結構いい値段してわーと思った。ケイポーさん、タコさんありがとうございます。トモセッタンさん、バラありがとうございます。ベジータさん、虫眼鏡ありがとうございます。何をどうやって調べるかは分かりません。あちらの技術に任せます。
自分は多分、うん、これをこうしてくださいって言われたものをして送るだけ。まさとしさん、たこさん、ありがとうございます。だからまあ自分じゃなかなか知れないことは知れるよね。自分のなんか遺伝子とか中身が知れるから。でもやっぱさ、ダイエットってさ、つきものというかさ、ダイエットってさ、仲良くしていかないといけないものじゃないですか。アイドルしてるうちはさ、なんかしかもさ、ストレスなくしたいじゃん。ストレスなくは無理かもしれないけど、極力ロゴストレスでしたいじゃんね。ただでさえさ、世の中はね、ストレスがたまることもあるのにね、ねえ、さらにね、ちょっとね、ふーんってなることね、大変だからね。まあ楽できるところは楽していこうぜって感じで。こんばんは。売れ筋ランキングじゃないんだよね。どこだったかな、これかな、このメーカーがなんか、しかもなんかいくつかあるらしい。メーカーも。なんだったかな、うわすごい、オールは1万じゃなかった。嘘嘘、オールは嘘だよ、1万じゃないよ、びっくりしちゃった。オール検査は何調べるんだ。健康リスク、まあだから、なんだろう、ちょっとこの病気になりやすいかもよ、あんた気をつけなよっていう。あんた気をつけなよみたいな、あんたこの病気になりやすいから気をつけなみたいな。祖先解析、何これ、何すんの。何、祖先のこと調べんの。すごいよ、びっくりしちゃう。あとはその肥満体質だから、そのね、痩せやすいよみたいな。あとアルコール体質も調べられるんだって。なんかいろいろ自分の本当に体質がいっぱい調べられるんだって。ちょっとなんか見るだけじゃなかった、分かんなかったけど。内臓脂肪、ダイエットの基礎知識、あなたのアルコール体質だから二日酔いしやすいよとかね。あんまこんぐらい飲むのがあなたの肝臓には限界かもねみたいな。健康リスクはだから、それこそいろんな大きい病気とか、もういろんな病気とかにこれちょっと気をつけた方がいいよみたいな感じなんじゃないかな、わかんないけど、まあ、適当に言ってる。スキンケア、体格、能力、美容、体質、すげえ、目、鼻、耳、目、鼻、耳。そんなの調べられるの？免疫、性格？え？すげえ。でもこれ全部調べようと思ったら、さっき1万円っつったよね。32,780円。激ヤバ。高かったです。え？もっとするじゃん。違うじゃん。え、でもこれ私が見てたのと違う？すごい高いじゃん。びっくり。こっち？あ、こっちかも。その祖先遺伝子検査キット気になるよね。これ祖先、民族構成や祖先の移動経路などゆかりを知りつながることも。遺伝子でそんなこと知れるの？すげえ。人気の祖先遺伝子検査キットが大幅アップデート。あなたの民族構成、古代人とのゆかりを知る、関連する名字をする、関連する名字をする、知って楽しむって感じだよね。自分じゃ知れないからね。自分じゃ知れないもんね。へえ、すっ
肌タイプ。あ、筋肉だって。だからムキムキになりたいぜって、効率よく筋トレがしたいぜっていう人は筋肉遺伝子検査キットとかあるらしいよ。だからその要所要所、私筋肉知りたいとか祖先知りたいとかだったら5980円だって。遺伝子的な体質の傾向を知り、自分に合ったダイエットを始めませんかっつって。タイプ別の太りやすい食材とかが分かっちゃうんだ。お家でできるからいいよね。わざわざさ病院に行かなくていいじゃん。どうなんだろうね、どのぐらい信憑性があるのかよくわかんないけど。あ、祖先遺伝子検査キット高かった。14,900円する。肌タイプとかもいいですよね。あなたに合ったスキンケアとか、シミやシワの予防だって。そういうのもでも結構いいよね。メタボ関連とか、脂質異常症や高血圧症の対処発症リスクを解析、メタボ予防にってかまあ すごいね。でもなんか気になるよね、なんか自分じゃ知れないじゃん。すごい、これもちょっと高いけど、自己分析遺伝子検査キット、あなたの生まれ持った個性と現在の個性とは。そんなこと知れちゃうんすか。あなたの性格、体質、特徴などの傾向を判定する自己分析遺伝子検査キットです。すごくない？そんなこと知れちゃうの。5つの要素であなたを分析。すごー。でもこれもちょっと高い。1万4000、約1万5000円ですね。へえ。ね、すごいね、占いコーナー。MBTI だっけ？なんかそれみたい。なんか自分が知らない自分が知れる、あ、それちょっと怖い。でもいいよね、新たな発見ができる。いい意味でも悪い意味でも新たな発見はできそうだからいいんじゃないかな。私はダイエットのが気になる。まあ頑張れよっていうね、頑張れよっていうのには変わりないんですけど、まあ頑張れよって感じなんですけど、はーい。はーい。それはもう占いだ。ねえ。
まあ頑張りましょう、イエーイストレスをね、溜めない程度に頑張りましょうね。やりすぎるとね、ストレス溜まっちゃうからさ、そしたらね、良くないしね。かといってね、頑張りすぎなかったのでちょっと待って待ってってなっちゃうから、頑張りましょう。程よい、程よいが一番いいよね、やっぱ。はるみさん、バラありがとうございます。そんな私は大阪に行くか悩んでいるよ急に話変えるやんって感じなんですけど、大阪行くか悩、大阪に行くか悩んでる。でもなぁ、そんなな、そんな余裕はないんだよなぁと思ってるけど、大阪に行きたい。肌タイプ知りたい。わかる、それめっちゃわかる。なんかスキンケアとかさ、結局さ、なんかさ、いろいろ使うけどさ、え、何が良かった、何が一番良かったっていうのはよくわかんないからさ。ただたんたんさん、なるほど、ありがとうございます。そう、プリキュア展に行きたいんだよね。15日なの、しかもそれが結構短いんだよね。9月の30日からしてて、10月の15日までなの。大阪でしてるんですよ。そう、行きたいな。そう、プリキュア展、プリキュア展、そう、プリキュア20周年だから、そう、今までのプリキュアのなんかいろいろ展示されてたり、そう、展示されてたり、グッズが売ってあるんですよ。そう、私の推しメンが可愛いの。そう、なんか、うん、時間的に余裕ないそう、時間的に余裕がないのと、今のところ東京、名古屋、大阪って会場が来てるの。ワンチャン福岡来ないと思ってる。来ないかな、来ないかな。でもワンチャン来るんじゃないかなと思ってるんですよ。そんな期待もしてるの分からないけどね。そうね、福岡、なんかこのさ流れで来るならさね、そう、でもだってだいぶ好評よね、だいぶ好評よ、プリキュア展。だって今回だってもう東京と名古屋を終わってるのに、大阪で新しい、その私が欲しいアクスタを発売始めたんだからね、そう、大阪で急に新しいアクスタを販売始めたのよ、ね、ここに来て新しいアクスタをねと思ったらあるんじゃないかなと思ってるけど、でもなかったらさ、なかったら、なかったらもう私多分さ楽しんじゃう自信があるのよね。だから今すごいグラグラ揺らいでる。アクスタが欲しいの。私のね、推しメンが可愛いんですよ。ネットないのよ。そう、ネットないんですよね、しょんぼり。いや、推しメンが本当に可愛いの。見えるかな、びっくりするよ。ケッケッケッってなります。東京、名古屋、大阪、札幌、わ、ありそうしんどいな。で、どん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 下がってきたの、家に急に北に行っちゃう。アクスタはランダムじゃないの。さ、カンパチとかはランダムなんだけど、アクスタはね、ランダムじゃない。私の娘かわいいの。なんとかなるさん、バラありがとうございます。そう、なんかすごい、なんか勇気づけられるマンチクさん、虫眼鏡ありがとうございます。いや、そう、グッズ代行そうなんだよね、グッズ代行
そのね、推しメンがね、可愛いんですよ。ちょっと頑張って、私の携帯。これだ。すごいね、なんか。かわいいよ。あ、でもこれ、アップないの？アップの写真みんなに見せたかった。可愛いんだよね。ツイッターで調べたら出てくるかな。プリキュア10アクスタ本当に可愛いの。なんかプリキュアってなんか映画とかになると今まで進化してたもう一個上の進化をしたりするんですよ。なんかバージョンアップしちゃうの。そう、映画で結構あるあるなんだけど、バージョンアップしちゃうんですよ。なんか天使の羽生えてきちゃうみたいな。そう、なんか普通にテレビでは見なかったような変身をしちゃうんですよ。そのやつの、そんな感じ、そのやつのアクスタなの。かわいいじゃん。そんなみんながそうバージョンアップ、そうアップデート、そう強化したバージョンのね。そう、アクスタが発売されてるの。そんなの欲しいじゃんね。シクシクって、なんかすごい、なんかいろいろバージョンアップしてるんですよ。見えるかな。すごい、ズームでしか見せれない、ズームでしか見せれないけど、私の推しメンが可愛いんです。なんかみんなちょっと天使の羽みたいなの生えてて、なんか金色の輪っかとか背景にあって可愛いんですよ。ちょっと全然見えなかった。なんかちゃん、うん、ごめん。なんか探したのは探しては見たけど、こういう、ごめん。あ、すごい、全然白飛びしてんじゃん。白飛びしてんじゃんもう。ごめん、こういう集合の写真しかなかった。一人の写真なかったね。うわー、いいな。そう、これが買いに行きたいの、私は。大阪ね。でもせっかく大阪行くならさ、遊びに行きたいじゃんと思っちゃうんですよ。私はすごいね。ね、せっかくなかなか行けないのにと思っちゃう。15まで意外と短い。でももう調べちゃったんだよ、チケット。なんかマイル券のチケットなんですよ。チケットを前々から買っておいて行くって感じなんだけど、チケットの前売り券調べちゃった。何日丸、何日三角、何日丸、何日三角とか書いてあるやつ調べちゃった。ねえ、そう、造成行くなら2泊3日ぐらいしたいじゃん。でも2泊3日はね、できない、できない。15日までに2泊3日はできない、確実。そう、2泊3日はね、できないのはもう確実だから、福岡であることをお願いしようかなと思ってるあたりでございます。福岡で追加でやりますように。ねえ、どうせ行くならやっぱ2泊ぐらいしたいね。一泊なんてちょっと寂しいよ。一泊だったらもう私寝ないかもしれないよ。そのぐらい予定ね、詰め込んじゃうかもしんない。福岡であるといいな。日帰りはやだ、絶対やだ、絶対やだ。せっかく大阪に行くなら楽しみたい。めったにね、行けないもん。確かに、オールして夜中何するんってね。それはそう、寝なさいよってね。別にどこも空いてないよってね。
フェリーで行って新幹線、つらく旅行したい。横浜をね、もっともっと行くのがね、大阪だったら新幹線で行けるけどね、横浜に行くってなるともう手段は飛行機になってしまう。でも新幹線でも行けるか。真剣なの。ヤコバから泊まりたい。大阪に泊まりたい。大阪旅行したい。っていうね、そう、新たな欲が出てくるんですよ。はあ、そう、日帰りが嫌じゃなくて、日帰りが嫌だのか、そっか、旅行ができないから日帰りが嫌なんですよ。別に日帰りなのは別にいいんだけど、良くないのか、分かんない。そう、旅行ができないのが嫌です。せっかく大阪に来たのに私は旅行ができないのって。お仕事だったらまあ仕方がないと思うけどね。お仕事じゃないってなっちゃう。そう、いつでも結構旅行行きたい欲に溢れてる人なので。そう、そんな中今日はスーパーを2軒回ってきました。なんか昨日からプリキュアの売ってあるんですよ。かスーパーのお菓子売り場とかになんかね、プリキュアの変身するなんかグッズがあるの。だから仮面ライダーで言うとベルトがちょっとちっちゃくなって、そう、ちょっとちっちゃくなってキーホルダーみたいなサイズになってるものが昨日からお菓子売り場で売ってあるんですよ。こんなね、いつからって、その20周年が始まってからだよね。20周年が始まった途端さ、私がよく見てたプリキュアのグッズがどん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 ね、発売しますとか そう言ってくれてるから、こんなにそうプリキュア欲が増して、プリキュアの熱が増してるんだと思う。そう、それが欲しくてスーパー2軒回ったんだけどなかった。そう、探したのよ、なかったです。しょんぼりね、見つからない。どこにあるんだろう。たっちゃん欲しい、ありがとうございます。こういう、あ、すごい見つからなかった。こういう、私が狙ってるのはこのプリキュア555のやつとハートキャッチプリキュア、かわいいんだよね。ハートオーライハートキャッチプリキュア、さあみんなでハートキャッチプリキュア花咲かせよう、いつもみんなの近くにいる、オーライつってね。なんかお菓子売り場だからスーパーですね、基本的に。基本的にスーパーのお菓子売り場に出るぜって感じなんだけど、なかった。あ、これお菓子じゃないよ、お菓子についてるおもちゃって言ったらいいのかな。なんかあるじゃん、プリキュアとか仮面ライダーとかさ、箱に入ってさ、お菓子売り場に箱があって、その中になんかお菓子とカードが入ってるよみたいな、そういうテンション感のやつ、よくあるじゃん、カードとウエハースが入ってるよみたいな、そういうやつですね。プリキュアの20周年始まってから私何のバンダイさんのサイトを開いてることだか。何回も、すごい。
そう、食玩ってやつですね。そう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 。あれ今日、昨日からじゃなかったっけ？今日からにしては早くない？あ、ほんとだ、今日からだ。今日からなのにもうスーパーないの？お待ち込み。ミニチュアムコレクション、そう。遅れて入荷かな。じゃあ明日リハ行く前に行こうかな、スーパー。元気な人。元気な人だ。でも熊本の友達は買ったっつってたの。熊本で買ってる子がいる。売り切れ？だからちょっと一応頼んだ。できたっつって。私推しメン3人います。推しメン3人いる。プリキュア555と、だからこの時計のやつだね。このシリーズの、すごい白飛びしてる。このシリーズの子。うん、このハートキャッチプリキュアの子には推しメンはいないけど、すごい見てたし、これが好きなんですよ。こんなにテーマっていうのが、テーマなんかプリキュアって変身するときにいろいろなんか変身の道具のテーマが、テーマというかなんかあるんですよ。その仮面ライダーとかもあるじゃん、ベルトはベルトでもなんかカブトムシつけたりさ、なんかね、いろんな色のさ棒みたいなものをカチカチ刺したりさ、なんかメダルみたいなのをペーンってつけたりさ、いろいろあるじゃん、ベルトはベルトで。なんかプリキュアはなんかいろんな、これランダムじゃない、だってテーマがあって、この私の欲しいなと思ってるこのハートキャッチプリキュアは、なんかお花がプリキュアの名前に入ってる感じで、だからお花って結構いい香りがするから、この変身するこの道具が、そう、あの香水なんですよ。そう、香水を振りかけたら変身ができるみたいな。ピッピッみたいな、すごい可愛いじゃん。そのね、その小学生とか、もう私が香水をねかけてるプリキュアを見たら、そんな憧れるじゃん。その憧れの熱が今でも冷めないっていう。そう、おしゃれ。そう、香水なんです。しかもこのプリキュアは主人公がお花屋さん、主人公のお父さんお母さんがお花屋さんをしてて、そういろいろお花にまつわる、そうなんか悪者たちもちょっとお花にまつわったりするんですよ。なんだちょっと忘れちゃった。あ、そう、なんか悪者に取り憑かれる。そう、大体さ、プリキュア、もう仮面ライダーもそうだっけ、なんか悪者に一般市民が取り憑かれるじゃん。急にさ、ね、急に一般市民が取り憑かれちゃうじゃん。そう、その一般市民が取り憑かれてしまう原因となってるのが、心の中にお花があるんですよね、このハートキャッチプリキュアの話の中では。心の中にお花があって、なんかマイナスな気持ちになるとどんどんお花が枯れてっちゃうんですよ。お花が枯れてっちゃうと、もう枯れてしょぼしょぼになっていっちゃうと、そう、あの取りつかれていくっていうか、まあ、取りつかれていくうちに、まあ、またさらにお花がしょぼしょぼになって枯れてっちゃうんだけど。そうそうそう、これはね、シンプルに好きだった。けそう、いろいろね、テーマがあるんですよ。その、どう変身するやつが、その、香水だったり、この、お化粧するパフパフだったり、時計みたい、アップルウォッチみたいな時計だったり、ガラケーみたいなのだったり、
と、なんか私が見てた一番世代で見てた頃は携帯のガラケーだったのが、見ていくうちにだんだんスマホになっていったりするの。すごい、時代とともに変わってる。アルプスの牧場さん、はい、ありがとうございます。そう、時代にね沿ってプリキュアも進化していってるわけですよ。今だって男の子のプリキュアとかいるしね。なんか推し目見せるときってやっぱ可愛い写真見せたいよね。でもやっぱそんな着飾らない方がいいのかな。一番これだと思うのよりシンプルめなのを見せた方がいいのかな。真剣。私の推しメン、プリキュア555のプリキュア5とプリキュア555に登場する今日はレモネードって子です。あ、いい、ここ一番見やすかった。推しメン一人目。推しメン二人目、スマイルプリキュアのキュアピース、これ変身前の子ね。こっち変身したらこんな子になります。そう、キュアピース、スマイルプリキュアです。こちらは最後ですね、最後の紙面です。これじゃない、続いてが私の最後の紙面となります。ドキドキプリキュアのキュアロゼッタです。私お紙面さんに言うの選びきれなかった、結局。かわいい。私の推しメンは3人です。黄色、性格は、ね、似てない。黄色は黄色でも性格は似てない。でもみんなかわいい。オールスターみたいな共演してる。してる。いい。そう、黄色い子がね、推しメン。そんな気づいたらそう。カラーが黄色の子が推しメンでした。好き。私が一番見てたのが、プリキュア5とか、プリキュア555。さっき言った、その、スーパーに売ってる。探してるやつ。そう、このプリキュア555とかが一番見てたんだけど、いいよね、可愛いよね。やっぱプリキュアって可愛いよね。なんかさ、プリキュアが20周年なんですよ。そうだから、なんかいろんなそのプリキュア展をさ、大々としたりさ、なんか昔のプリキュアのグッズが売られたりとか、そう、アクスタだけじゃなくっていろいろ売られたりしてるんですよ。そう、なんかそういうのでさ、改めてプリキュア見るとさ、プリキュアっていいなって、プリキュアって可愛いなって21歳思いました。21歳そんな気持ちになりました。カンさん帽子ありがとうございます。
さね、改めて見るとかわいいっていう。かわいいわ本当に。シミラコさん、なるほど、ありがとうございます。面白い、この話の後になるほどって。確かになるほどだよね。ね、そういくつになっても好きなものは好きだなってね、本当にわかる。のぶーさん、帽子ありがとうございます。いやーいいよね、かわいい、なんか絵がかわいい。なんかそのちょっとプリキュアの話してて申し訳ないんだけど、プリキュア展に、まあ、これはねランダムなんだけど、そうプリキュアのプリキュア555とかスマイルプリキュアとかハートキャッチプリキュアとかのみんなが そのシリーズごとのプリキュアが集まったアクスタじゃないブブー缶バッジがあるんだけど、そう可愛いの、その何絵柄、絵の描き方が可愛いの。なんか色鉛筆で塗っ、なんかすごいいい意味でね、いい意味で色鉛筆で塗ったような優しい色合いなの。マキーサさん、なるほど、ありがとうございます。すごくいい意味でね、なんか色鉛筆で塗ったような優しい色とか優しい絵柄の缶バッジがあるの。喋り疲れてきっとそう、なんか絵柄が可愛い、なんかそういうのも見てなおさらあプリキュアって可愛いってなる。21歳プリキュアと同い年。ヘアバンドとかプリキュア展福岡でしてくれないかな。まこれなんだろう、ジオラマはちょっとちょっと。やば、キャラクターマグカップとかさ、使えないね。悲しいよ、使えないよこんなの。え、もったいないね。買ったはいいものの使えないっていうのありそう。全キャラクール順、高い。びっくりしちゃう。かわいいの、缶バッジの絵がこれかな、画像出てきてくれないかな。そう、これじゃなかった。そう、あれなんだよね、アクスタはね、アクスタじゃない、缶バッジはランダムでも優しいランダムです。何年から何年のプリキュアとか分けられてる。ランダム界でも優しいランダムですね。2000何年から2000何年のプリキュアの子たちがランダムで出てきますよ。優しい世界です。別にそんなこと言ってない、そんなこと言ってない。なんかそんなね、HKT でいうと季ごととかね、チームごととかなんだろうですね。
なんかしかもお値段が優しいそう、なんかお値段が優しいんですよ。アクリルマグネットとか660円、缶バッジも550円、私が言ってたアクスタも1540円。ちょっとね、あのトートバッグとかそれなんか布が関わってくる系になるとちょっとまあお値段は上がるけど、ね、優しいよね。なんかちっちゃい子からね大人まで買いやすい、優しい優しい。やっぱね、だっていろんな、やっぱちっちゃい子もちっちゃい子からね大人まで好きですからね。かわいいおしみんが、でも、わーすごい、すごい、あーら嬉しいそうじゃん、私2012年から2014年の区切りで、区切りのランダムだったら私の推しメン被ってるんですよ、2人。そう、シーズンは違うけど被ってるから確率は高いよあ、なお教えてください、ありがとうございます。地面がアップにしすぎてバグった足面かわいいと思ってズームにしたらバグりました。そう、なんか年代で買い、アクスタの、そのアクスタじゃない、さっきからずっとアクスタってる、ランダムのものはその2002年から2004年までのプリキュアですとか、確か2004年から、ね、そうプリキュアですとかは分かれてるのもある。全プリキュアと戦おうと思わなくていいんです別に誰も戦わないんだけど、パパさん、なるほど、ありがとうございますなるほどあ、いいな、明日ちょっと私のテンションが高かったらみんなにどれだけなるほどって言えるかみたいにしたい。あ、でもわかんない、明日疲れてるかもじゃあランキング読みます。13位宗弘さん、ありがとうございます。12位ななみんちゃん、ありがとうございます。11位ジェイちゃんさん、ありがとうございます。10位たださんたんさん、ありがとうございます。9位はるみさん、ありがとうございます。8位しんじいちゃんさん、ありがとうございます。7位ともせったんさん、ありがとうございます。6位たっちゃん、ありがとうございます。5位ばうちさん、ありがとうございます。4位きょさん、ありがとうございます。3位まるっちさん、ありがとうございます。2位りょうさん、ありがとうございます。1位パパさん、ありがとうございます。バチさんお疲れ、ありがとうございます。ごーちゃんパチパチ、ありがとうございます。では皆様、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。明日も夜にするので、また時間が分かったらお知らせします。それでは皆様、おやすみなさーい。バイバーイ。